なんとかなったな。うん、お疲れ様。はい、アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごかったのです。サンキューな。 GGO 版スイッチってとこだね。その息の合ったプレー、やっぱり二人が恋人だからできるのですか。え、ええ、直球だね。でもそれはちょっと違うかな。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて信頼できるパートナーになったの。だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、息も合わせられるんだと思うよ。信頼できるパートナー。ああ、そうだな。二人で共に戦うことで絆を育んでいった。絆ですか。絆と仲良くすることは違うのですか。仲良くするのもすっごく大事だけど、絆ってそれだけじゃないと思うな。私もマスターとの絆が欲しいです。マスター、絆をください。お願いしてもらうものじゃないかな。あ、だったら格好の舞台があるぜ。確か、あ、ほら、これだ。これは次に開催されるイベントの告知ですね。ペアを組んで戦いに挑む PVP イベントですか。うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。私たちも出場しようと思ってるんだけど。やります。マスターとの絆を手に入れるために私も参加します。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね、キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかもね。そんなことは。でもキリトやアスナに挑戦するつもりで頑張るのです。ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を発見です。あの人、こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ場も少ないですし、二人で攻撃すれば楽に倒せそうです。え、どうして。でもチャンスなのです。初戦を颯爽と勝利できるのに。マスター、どうしてなのですか。これは別方向からの射撃。もしかしてあの敵プレイヤーとコンビを組んでる人ですか。なんとかキューチャー乗り切ったのです。でもごめんなさいマスター。さっき隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいなのです。はい、わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することでこちらをおびき出そうとしていたのですね。そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもりだった。おお、二人とも、お疲れ。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリト、アスナ。どうしたんだ。せっかく勝てたのに、なんか元気ないな。何かあったの。実は。なるほど。確かに最初、危なっかしい場面があったもんな。キリトたちにもそう見えていましたか。キ
ト君、さらに落ち込ませてどうするの。ああ、すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを悔やんでるの？それもそうですが、私はこの大会で絆がどんなものなのか知りたいと思っていました。でも絆どころか敵の連携にもあっさり引っかかりそうになってしまいました。戦いの中で育む絆というものは長い間の経験のその先にあるものなのに、敵のあんな簡単な作戦もわからないなんて。このままでは絆どころかマスターに迷惑をかけてしまうだけかもと思うと。確かに友情や絆を深めていくのには時間がかかるものだな。そもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒にいたって仲良くなんてなれるわけないし。でも絆ってのは時間や経験だけが決めるものじゃないと思うぜ。それはどういうことなのですか？俺が口で言っても仕方ないと思う。きっとアファシスたちが戦いの中で見つけ出していくもの。戦いの中で見つけ出す。あんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。戦いに集中できなければ元も子もないよ。あ、はい。マスター、あいつらの2回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいでよかったぜ。でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱり考えすぎちゃってるのかも。そうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなことは望んでいない。もっと対等なパートナーとしてアバシスと共に戦っていきたい。きっと そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思うよ。そう簡単にそれを捨てることはできないんじゃないかな。だよな。アバシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだけど。そうね。あ、キリト君、ほらあそこ、次の第3回戦の組み合わせが告知されてる。あっちも私たちも勝ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。なあアスナ、ちょっと考えがあるんだ。あいつらを誘った手前、なんとかしたいって気持ちが消えなくてさ。そうだね。キリト君が言いたいことなんとなくわかってるよ。マスター、ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。二人は強敵ですが、負けないように頑張るのです。ここにいたな、二人とも。キリト、アスナ、この戦い、負けるわけにはいかないよ。本気で行かせてもらうからね。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすがはあの二人なのです。とんでもない強さなのです。一回戦二回戦の対戦相手とは格が違うのです。マスター、大丈夫ですか？それは、でもアファシスにとってマスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。二人ともここに隠れてたんだな。ついに見つけたぜ。覚悟はいいかな？マスター、危ないのです。
ったのです。では、背中…じゃあ、行くよ。なかなかやるね。マスター、二人を追い込めているのです。ここで一気に畳みかけるのです。とても心苦しいのですが、マスターには数秒時間稼ぎをしてほしいのです。その間に私がとっておきの技の準備をするのです。はい、なのです。負けちまったな。レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キリとアスナ。息もぴったりだったぜ。俺から見ても二人の間にはパートナーとしての絆を感じたぜ。もしかして二人は。いえ、なんでもないのです。さあさあ、それよりも次は決勝戦だよ。二人とも頑張ってね。はい、なのです。到着だ。お疲れ様。やるわね。ありがとう。まだまだ倒した。やるな。終わりだ。エネミーだ。よっしゃ。すごいのです。いいじゃない。すごいじゃない。クレハ。すごいのです。まだまだ手を貸してくれ。最高です。お疲れ様。投げるぞ。いいじゃない。投げるわ。逃げた。やった。楽勝。発見。入った。やるな。終わりだ。到着っと。お疲れ様。スナイパー注意。いいじゃない。すごいな。いいじゃない。終わりだ。すごいじゃない。クレハ、ありがとう。悪い、手伝ってくれ。や、最高です。グッチャ、キリト。フレームドエネミーだ。倒せるかな。フェイトを散らしてくれ。すごい
回復を頼む。遅いだろ。応援してますよ。オンに切る。使うぞ。アファス、オンに切る。素晴らしいです。ナイス、手を貸してくれ。倒した、手を貸してくれ。すごいな。このアイテムですね。ちょっと合わなのです。さすが私。投げるわ。グレネードに行くぞ。すごい。眠るエネミー強敵だ。本当にやるつもり。食いつける。アファス、オンに切る。
お疲れ様。みんな疲れてないか。さあ手を貸してくれ。やっ、よし、レベルアップ。うんうん、やるじゃない。まだまだ強くなるわよ。レベルアップです。褒めてください。レベルアップだ。
敵がいるわ。ベリャ突破する。無事に到着したな。素晴らしいです。ありがとな。終わりだ。グッジョブキート。嬉しいよ。わーい、行こうか。発見、手を貸してくれ。グッジョブキート。ああ、ヘイトを散らしてくれ。終わりだ。発見、手を貸してくれ。倒した。わーい、最高です。わーい、終わりだ。投げるぞ、投げるぞ。いいぞ。お疲れ様。わはーい。発見、目的地に到着しました。手を貸してくれ。はっ、掴むぞ。手を貸してくれ。倒した。最高です、最高です。ああ、手を貸してくれ。ヘッドローだ。グレネード行くぞ。すごいのです。お疲れ様。嬉しいよ。スナイパーだ。隠し警戒。すごいのです。素晴らしいです。アファス、ありがとう。ゲームドエネミーだ。倒せるかな。やるな。食いつける。手を貸してくれ。行くぞ。やるわね。クリア、ありがとうね。掴むぞ。すごいな。突破する。無事に到着したな。手を貸してくれ。いや、手を貸してくれ。アファス、オンに切る。ヘイトを散らしてくれ。ヘイトを散らしてくれ。最高です。やっ、ヘイトが止まってます。やるな。まだまだ。入った。投げるわ。ナイスプレー。これなのです。これなら。アラス、グッジョブ。嬉しいのです。遅いな。倒した。すごいすごい。終わりだ。いつも通りだね。レアアイテムですね。やったー、なのです。
無事に到着したな。行こうか。忘れ。発見。やるな。お疲れ様。エネミーだ。終わりだ。発見。フェイトを散らしてくれ。投げるぞ。いいじゃない。トレジャーボックスか。スナイパー注意。わー、最高です。警戒を倒した。やるな。ナイスプレー。ありがとう。ナイスプレー。エネミーだ。フェイトを散らしてくれ。入った。まだまだ。ドッ。はっ。はっ。へい。へい。倒した。やるな。お疲れ様。ありがとうな。エネミーだ。最高です。終わりだ。発見。まだまだ。スナイパー注意。終わりだ。最高です。アファス嬉しいよ。トレジャーボックスがあるぜ。エネミーだ。警戒を。フェイトを散らしてくれ。警戒を倒した。グレネード行くわ。まだまだ。すごいすごい。わあ、すごいので。よし、いいじゃない。やったな。
そうだな。そうだな。グレネードいくわ。グレネードいくぞ。はっ、はっ、はっ、ラケットの入った。はっ、へい、ゴー。アファシス、オンに切る。すごいじゃない。ありがとうです。パワーアップだ。気をつけろ。危ない、避けて。よし、このままやれるわよ。倒せる気がします。これなら。アファシス、オンに切る。押し切れ。みんな警戒してくれ。エネミーだ。無事に到着したな。最高です。アファシス、ありがとう。フェイトを散らしてくれ。うわー、やるな。素晴らしいです。アファシス。ああ、顔は良い。試して発見。ネームドエネミーだ。倒せるかな。手を貸してくれ。最高です。すごいのです。ダウンしたわ。終わらせるわよ。投げるわ。やるな。やるな。最高です。やった、いいじゃない。まだまだ終わりだ。はーい、敵がいるわ。エネミーだ。手を貸してくれ。いいじゃない。グレネード行くぞ。ナイスね、キリト。嬉しいわ。終わりだ。エネミーだ。はーい、終わりだ。グッジョブ、キリト。ああ、発見。お疲れ様。はーい、到着っと。お疲れ様。よし、
レベルアップ。マスター、レベルアップ。まだまだ強くなるわよ。レベルアップです。褒めてください。レベルアップだ。なかなか手強いボスだったな。みんなが協力してくれて助かったわ。で、どんなパーツが手に入ったの？頭が良くなりました。金庫の機能が拡張されました。これで預金や運用ができるようになりましたよ。マスターの平べったいお財布を分厚くできます。それはかなりすごい能力だけど、いきなりレイちゃんにお金を預けるのはちょっと不安ね。 SBC フリューゲルのことは何か思い出したかい？はい、少しですけど。あそこは昔私が住んでいた場所でした。だからアファシスはみんな SBC フリューゲルの鍵を持っているのです。そういう設定なのか。よし、次のパーツの情報を集めようぜ。